マスキングが終わりました。で、T-Rex の目、このような眼球ですね。周りが黄色くて、これは血管で茶色い目で、その奥まったところにこんな焦げ茶色で、瞳は黒ですね。その周りにまた白くなってるのが、これ多分血管だと思います。で、これの何分の35分の1なんで、これを再現するときにこの中の色を拾うと、インソにも書いたんですけど、バーントアンバーですね、バーントシェーラー、ベースイエローオーカーで、血管アイボリーで、瞳がブラックで、こういうような形でこの写真からだいたいこの色を割り出してます。下地の色としてバーントシェーラー、焦げ茶色です。焦げ茶色をシャッと拭きます。で、ね、多分ですね、できるだけ上まぶたの方を濃くした方がいいです。ほとんどの動物の場合、上まぶたがシャッターのように開くんで、上まぶたを意識すると上の方を暗くするっていう役割です。次にでかい血管も明るい茶色です。これ別に透明色でなくてもいいんで、ただ雰囲気の問題です。これで本体の黄色の部分をイエローオーパーですね、上の方は暗く、下の方を明るく。生き物、哺乳類も爬虫類も大体上まぶたが閉じるんで、そこの影を意識するんです。だから上まぶたにかからないようにこの角度から黄色を拭きます。この角度を利用して拭いたらいけるんで、この角度から黄色を拭きます。これで立体的な眼球になるはずなんで、ここで眼球の瞳を入れる前のベースが終わりです。じゃあもうこれで塗料も乾いたと思うんで、マスキングを一気に取ります。この取るところが快感であります。ほら取れた。一気にこれで目に少しなんとなく色がついている状態です。で、多少これね、ネッキスもそうなんですけど、ディテールに入るんですけど、このようにこの貼ったマスキング素材をで叩くことによって全部クリーニングできます。終わりです。あと眼球ですね。で、白い血管、アイボリーですね、アイボリーの血管を瞳の位置丸描きます。捕食生物なんで、正面から見て瞳が見えないとダメなんです。だからまず正面向きで眼球の位置を決めます。大きさはどうでもいいんで、最初に点から入れちゃいます。こんなところかな。必ず正面を向けて瞳入れた方がいいです。これぐらいかな。まずライブリーで外側の血管を描きます。で、これ今色落としてるだけなんで、ルーペ使いますね。で、これで瞳の色を、今入れたアイボリーを今度削っていく作業、色を削るんですね。色を削りながら丸を作る。人間塗る時でも一緒です。エナメル系なんで、下地ラッカーで塗ってるんで、このまま丸くシンナーで周りを削って、色を削って丸くします。削るってなんか彫刻に聞こえるんですけど、色もこうやって溶剤で削って丸くします。もうこんな感じですね。で、この周りね、もうちょっと黄色が立った方がいいと思うんで、黄色を入れます。で、最後これで正面見て瞳を黒で入れます。突然色鉛筆使ってます。色鉛筆の方はすぐ入ります。こんな状態で入りました。ここの目の黄色も色鉛筆を使って、血管の補足もこの辺で描き消えちゃいます。ちょっと若干黄色が欲しいところは、このまま黄色入れちゃいますっていう状態で、おしまいということでいいですか。あとは T-Rex の反転を描くということです。
T-REX の判定について研究しましょう。よくよく見るとこのように斑点入ってるんですね。ワニのような黒い斑点入ってます。で、これが鱗の新陳代謝とかなんかそういうような感じにも受けるんで、ここを入れるだけでもっとグッと立体感増すはずなんです。だからこの黒い鱗と白い鱗、これを色鉛筆で描いていきます。じゃあまた例によってガメラの時みたいにイーグルカラー、今の名前カリスマカラーの黒とベージュですね。じゃあこれで記憶してる限りで黒い斑点を描いていきます。だいたい口のところに固まってるので鱗の先端に乗せていく感じですね。もうちょっとちゃんと絵を見たいなだけど雰囲気です。ものすごい良くなってるような気がするんだけど、わかりますかね。で、青鬼を鉛筆やっても大丈夫なんで、そのまま行きましょう。極端なこと言うと、またやっていいかな。こんなことやってもいけると思います。なぜいけるかっていうのは、この後に筆で伸ばします。日本の点付けっていう筆ですね。円が描きやすい筆です。点が描きやすい筆、点付けって言います。昔からある。面相筆の一個です。これで黒をこのように伸ばしていきます。筆で多く含ませて、さっき塗ったところを剥ぎ取ることもできるんで、これやっても失敗はないんで、シンナーで落としたらこれ取れるんで、思い切っていってください。ほぼこのような感じで OK。 じゃあ次は35分の1のフィギュアついてます。マルコム博士、このマルコム博士を速攻で仕上げるということをいきましょう。まず黒い上下の服なんで黒を塗っちゃいます。はい、まず服はこの状態ですね。じゃあ次に肌色を、さっきの色ずっとこれ使ってますね。どんだけ早く塗ってるかがこれでわかると思う。これをバウントシェンダーみたいな濃いめ使いましょう。マルコム博士、濃いめの肌色を作ります。いい色かな。ちょっと白がきついかな。ちょっとまだ赤たなんだ。これぐらいでいきましょうか。黄色入れてもいるぞ。これだ、きた。これ絶対赤たな。これぐらいでいきます。まず肉の色ですね。血行も考えて肉の色からいきましょう。この肉の色が量感も分かってすごくいい色だと思います。この段階で多少はみ出てもいいんで、これで仕上げます。これで濡れたかな。濡れ、この段階で濡れ漏れがないようにします。はい、 OK。 乾燥待ちで、さらに肌色をここで明るくしていきます。明るく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 、自分の肌色と比べて。コントラストつけすぎだな。だけどちょっと早業でいくんで、このまま行っちゃいましょう。雑くてもいいんで、とにかく色をのせて置いていく感じです。はい、ここまでで。で、これで終わりじゃなくて、ここからさっきの通りで色を落としていきます。落とすというのは、はみ出てるところをクリーニングします。これで OK です。で、この色を使ってですね、青を入れて、赤を入れて、今度はグレーを作ります。シャツのハイライトですね。これぐらいのグレーができました。で、ドライブラシいきます。で、はい、こんな感じですね。で、このままブーツの色ですね。ブーツの色ちょっと焦げ茶です。焦げ茶を作りました。これで塗りましょう。これで
必要なところに色が入った状態です。じゃあ次 T-REX で塗った茶色ですね。茶色を人の色を塗っていきます。日焼けしてるんで日焼けの色です。肘のところとか手の甲とかそういうところを重点的に塗ります。それでちょっと生きた色になってくると思います。 T-REX の塗った2番目の色ですね。ブラウン系の色です。それを使ってます。こんな感じで、でこのブラウン系なんでこのままエナメルを止めるためにこのままブーツもこの辺りです。ズボンの裾もちょっと泥がついてるはずなんでこのままブラウン系拭いとくといいかなと思います。こんな状態かな。それらしい顔の実体感出たよね。で次に服、これドライブラシやっただけなので T-REX を濃くした色ですね。 T-REX を濃くしたパープルだったと思うんで茶色の上からパープルを足していきます。ドライブラシだけにするとあざといんでちょっとこれぐらいの T-REX で使った濃い色を服に塗っていきます。肌の下の部分ですね、シェードだと思ってこれぐらい濃い色を塗ると立体的に見えます。今日はこんな感じです。はい、じゃあさっき全体のボディの対比をさっき塗ったので今回のティラノサウルスについてゴージャスなこのベースですね。このベースをちょっと一旦これで塗っていくようにします。でこのベースなんですけどプラモデルインジェクションの性質から言うて端っこが立ってるんですね。だからそれをまたハサミを使ってエッジを少し落とします。この時でも別にナイフでもいいんですけどカッターでもいけます。でも今回はハサミ訴求してるんでハサミでいってます。このように大胆に一気にここのエッジですね、エッジがどうやってもバリとかやっぱ出てるんでこれぐらいのペースで一気に削ぎ落とします。こんな感じですね。とネームプレートもこの状態でどうやってもここはインジェクションの成形の都合でエッジの一番末端が微妙に跳ね返ってたりしてるんでここをちょっと削いでやると落ち着きます。ほぼこんな状態で1分ぐらいの作業で雰囲気良くなるんでまあぜひやってみてください。でこれを立ててベースの塗装入ります。今回もだから思い切りベースはラッパー系塗料でベースを仕上げるときは前回のガメラのようにグリザイユっていうようなドライブラシでそのベースを塗るのに T-REX の本体はもう素材生かしたサフレス塗装ですね、下地なしでいきなりドライブラシやったんですけどベースはちょっと真っ黒系にしてグリザイユっていうような形でいきます。これは艶消しの黒です。だいたいグリザイユをするとき絶対艶消しの黒を塗ります。こう入れてでそのまま塗っていきます。前の塗料残ってても黒なんでもうガンガンいきましょう。で T-REX を塗るときはこうスポット的に塗ったんですけど広い面積を塗るときはもう一気に圧力も高めて一気に塗っちゃってください。こういう状態で全体を真っ黒に塗っていきます。じゃあこのように黒くなりました。でここからまた例のごとくグリザイユの白黒でドライブラシをいきます。いつものように白ベースでこれプラモデルのランナーですけどコッパみじんに切ってこれを大体塗料の攪拌棒にいつも使ってます。でいつものようにこの赤青黄でグレーを作ります。白の量これぐらいかな。で赤ですねもうだいぶ少ないぞ。まあいいかこれで。でイエローはちょっとでもいいんで赤の中に、ちょっと黄色もだいたい100出しすぎた。まあいいやそのまま。で青です。スパッと
で、ブリザイギュ、前回も説明した通り、いつも使ってる筆ですね、腰の強い筆。この間のガメラで、これ新しい筆なんですけど、1回でだいたいこれぐらいちっちゃくなります。縮みます。でそれぐらい高速ストロークするんで、毛が摩耗してちっちゃくなって、でさらにどんどんこのラウンドが使いやすくなるので、でドライブラシの筆は消耗品です。ではグレーを作ります。ほぼほぼ赤と青だけでグレーになっちゃうんで、もうすでになりました。でちょっと黄色を入れるだけで少し柔らかいグレーになります。ほぼこれでいけました。コンクリートのイメージですね。ほぼこれで一気にいっちゃいます。紙雑巾でしごいて、こういう感じは取れてるかな。こう平べったいところに見えて結構凹凸出てます。割とモールドが入ってます。これが確認できます。でドライブラシのコツは筆の跡をつかないようにするんですが、多少ついても気にせずにそのままいきます。全体にいきます。どれぐらい出てるかっていう、これぐらい出てるのが見えますかね。こんな感じで筆のストロークの後に色がついてくるのが分かると思います。筋まで出てきます。でこういうような形でドライブラシをまずグレーをいきます。で土のベースなんですけど、土のベースの場合ちょっとこれに赤と黄色を混ぜたもうちょっと柔らかいグレー、ワームグレーにした方がちょっとこの段階でベースの色味が変わっていいと思うんで、水たまりを先持ってどんどんストロークで色つけます。こんな感じでだいたいブリザイユ白黒のドライブラシを仕上げちゃいます。はい、じゃあ次はこれでドライブラシグリザイユの白黒状態終わったんで、ここから本格的に色付けです。色付けの前にまだグリザイユっていうところでちょっとまだねテクスチャー物足らないんで、前回やった T-Rex の時にやった色でちょっと砂目拭きですね。で全体 T-Rex もそうなんですけど、同じ共通の色を使うことによって全体が最後に仕上がった時に馴染むんで、そういうところを砂目拭きいっちゃいます。ほんと砂みたいな状態なんで、どれぐらい砂みたいなのかっていうのをこんな風にちょっと粗いです、スプレーの目を粗くしてちょっとこういう状態で拭きます。でちょっと土とコンクリートの差がちょっとできました。でこれで砂目終了で色をつけますね。で雨の中のシーンなんでかなり黒い土です。黒い土なんで、じゃあここで土の色を作ります。マゼンダ、シアンで、イエロー入れます。わー入りすぎた。だけど慌てない。これでどうなるんだろうね、本当わかんないんだけど、ちょっと緑なんでマゼンダ入れます。緑にマゼンダ入れるとカーキになります。いきましょう。これでいきなりいいのかっていう、水たまりの色いけそうなんで水たまりから塗っちゃいましょう。いきます。雨だれとか水だれとかもあるんで、こんな時にもうコンクリートいっちゃいます。前回も画面の時に言ったみたいに、下の方を暗くしたら画面が閉まるんで、下の方をこの水たまりの色を使っても下の方を濃くやってるっていうので、まず水たまりで、ここで全部使ってた。あとこれで茶色ですね、これをベースに茶色、マゼンダ、イエロー、これでブラウンできたと思います。透明色って分かりにくいんですけど、こんなブラウンです。赤っぽい。でこれをそのままカップを洗わずに入れます。でキャップを閉めて、ティレックスでやったみたいな叩きながら塗っていくと、揺らしながら塗っていくことです。するといろんなムラができて、リアルなムラができてきます。それじゃあこういうところでまずは簡単なベースを塗りましたっていうことで、
棒があるのはな、棒をやっちゃいましょうか。棒はグレーなんで、グレーの色をそのまま塗ります。これはもう普通にドライブラシの後のグレーをそのまま塗ったらいいと思うんで、その辺のグレーをそのまま一気に塗っちゃいます。本当普通のグレーです。今みたいな、だからグリザイユの時に使った透明色のグレーに白を入れたグレーです。で、棒の方も白い、下の方黒くていいんで、こんな状態でいきます。とにかく塗装ってもうベタって塗る意識みんなさん持ってるんですけど、もうこれ普通に描くっていう白い紙で描く状態なんで、そこに色がついたらなんとなく見えるようになっちゃいます。模型の楽なところがそこなんで、これでほぼの色がつきました。さらにちょっとこれでは面白くないんで、ちょっと離したところから全体をなじますように塗っちゃいます。これコンクリートの部分ですね。コンクリートの部分をズバズバ塗るとコンクリートに見えますっていう状態で、基本的なベースはこれで終わりです。じゃあ、あと次ね、ここにレールがあります。で、このレールがシルバーなんで、ここはさすがにマスキングいきます。5ミリか6ミリぐらいのテープで、一気にこれを貼っていきます。曲がります。曲がります。曲がります。よし、これで。でシルバーを副菜は、ここのレールがね、艶消しになってるんで、クリアですね、艶ありに戻します。これが艶ありのクリアコートを即座に塗っちゃいます。で次銀シルバーで、軽くも銀がレーンにつくだけでピカッと光るんで、ほんと軽くでいいんで終わり。これでざっとネームプレートと糸ハンダー模型で使ってるんですよ、これね。で、糸ハンダーを使ったラインを貼ってざっと仕上がりました。まだこれ明るいうちに仕上がってるんで、ほんとざっと上がってます。で、これで塗った T-REX と35分の1のマルコム博士をセッティングして完了とします。はい、でこれが完成した T-REX とマルコム博士35分の1で、これをセッティングしますね。今更ながらですけど、ここ足の裏に磁石入れてます。ベースにも磁石入れてるんで、そのまま入ります。止まります。いよいよこれで逃げまくるマルコム博士、ここですね。ほぼこんな状態で完成しました。本当明るいうちにこれザッとやってよく終わったなって。頑張ったら1日でできるっていうのも、このプラモデルの良さだと思います。ということで、T-REX は今回第2回目無事終了しました。しました。はい、いや、やっぱ素晴らしかったですね。ありがとうございます。新しい手法を教えていただいて。グリザイユに続きカマイユっていう形で、まあ、500年の伝統画法を、うん、プラモデルだから、まあ、技法になるのかな。そういう形で紹介させていただきました。まあ、誠にお恥ずかしながら、はい、グリザイユもカマイユもこれで初めて知ったという、まあ、素晴らしい技法です。まあ、次はまた違った技法でいきたいとは思うんで、まあ、どちらかというとね、模型っていうのは踏んでよし、縫ってよし、積んでよしっていうね、コレクションとしてその積む方、まあ、積む方なんでほとんど作らないというね、それこそオーロラの半魚人なんで、はい、とてもじゃないけど組めるような値段じゃないというようなね。今度でも持ってきてくれるらしいからそれ僕組みます。で、まあそういったそういったですね、意地悪だね、そういったどうでしょう、じゃあ今から作ろうか塗ろうかという人にとってはですね、うん、まあ、非常に、分かりやすく、そして思ったよりもシンプルに効果が出る塗り方を今伝授していただいているんで、まあ、引き続きですね、また違う模型によってですね、紹介するときには次々に新しい手法を紹介しようじゃないかということを、はい、
幼少さんも言ってくださっているので非常に楽しみにしております、はいはい、さてですね、今回はこのユニバーサルピクチャーズですね、うん、名作ジュラシックパーク、うん、このティラノサウルスレックスです、うん、の作品でございますが、いよいよですね、半魚人の逆襲、リベンジオブザクリーチャー、このヒットをですね、次回は、ぜひまた、はい、吉尾先生に、大先生に塗っていただければと思いますので、はい、皆さんお楽しみに、はい、それではさようなら。